マッチ棒パズル、知識不要の完全ひらめき脳トレ、全部で7問、おまけ問題付けです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は6+6=12となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は5+4=9となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は6-2=3+1となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は4+12=7+9となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は
すると 3×13=39 となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は9×4=6+30 となり、正しい式になりました。第7問。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は、すると 23=6+9+8 となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を2本動かして式を成立させてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。